これまでの滅亡の光は。ザナセ、首脳とその回廊を足早に歩きながら、艦隊総司令官は呼吸を整えていた。決して流飲が下がったわけではなかったが、マルタンにとって日常は平常に戻りつつあった。地球は忘れられない惑星で、ジャスティンは忘れてはならない恩人ではあった。だが、ウイ天変の世界で何事も正義感を頼りに一心一意に取り組むことが正解ではない。元首や総統の意向通り、宇宙連邦という絶対的存在を前にすれば、どちらを優先すべきかは考えるまでもない。28の銀河系で暮らす民衆を守るために地球という一つの惑星が滅びるのならば、それは自然の摂理として受け入れるべきことだ。そう自身の方を殴りつけるように何度も繰り返し言い聞かせた。宇宙連邦はザナ星を軽く凌駕する戦力を揃えている。武力はいつの時代においても事実上の支配者を示す試金石であり、宇宙連邦に対抗し、そして勝利を収められる青写真を思い浮かべることなど到底できなかった。たった一発で惑星を跡形もなく消す砲撃、あらゆる攻撃を受け付けない近所鉄壁の防壁、数値を超えると囁かれる不滅機体、そして文明をリセットする惑星破壊兵器、しっかりと確認したことがないものもあったが、宇宙にその名を轟かせるだけの戦闘力は十二分に持っている。彼らの宇宙均衡の理念に立てつこうものならば、ものの数時間で文明を滅ぼされてしまうだろう。そんな未来は総司令官として絶対に避けなければならない。ジャスティンという存在はもう記憶から抹消させなくてはならない。あの星は元から存在していなかった。そう信じ込まなくてはならない。マルタンはそう決意を固め、元首に連絡を入れようとする。宇宙の片隅にある青い星のことはもう口にしないつもりだった。総督閣下、ウィルセン将軍より再度の救援要請です。レオパルドの報告を受けつとも、総統は状況を理解していた。中和団で無効化されたザナ前衛艦隊を盾に、地球艦隊は未だアナイアドライブが生きているザナ艦艇の射線を切っている。前衛のザナ艦を一隻ずつ切り崩し、それを盾にしながらにじり寄ってきている。無力化された味方を撃てば艦隊戦力は落ち、混乱によるさらなる規律の崩壊も予想される。それでも総統にとっては想定範囲内の損害だった。中和粒子の効果まで残り50秒となった時、総統は惑星破壊兵器の護衛を最優先にするとだけ言うと、それ以上はレオパルドには返答せず、艦隊をかいくぐって前進してくる第一艦隊だけを注視した。中和弾の効果が50秒を切った今、地球艦隊が無力化された前衛艦隊を次々と戦闘不能に追い込んでいくことは理解できる。ただなおもそれらを懸命にかき分けて進もうとする突撃艦隊の狙いが不明だった。高速移動速度と中和弾の残り航用時間からアナイアドライブが稼働している後衛艦隊、ましてや惑星破壊兵器にはかすり傷をつけることすら不可能だから、未開文明の艦隊を一斉掃射するのは時間の問題であることに変わりはないはずだった。至高なるザナ人こそが宇宙の生態ピラミッドの頂点に立つべき種族だ。総統は爆沈していく味方艦隊を気にする素振りも見せず、中和弾の効果切れを静かに待つ。第一艦隊副司令南はモニターに表示される土星軌道中域の3つの艦隊の戦果を目にし、両手に力を込める。 BEP 艦隊は結果的に見事に膠着状態に持っていき、漆黒艦隊は100隻余りの被害を出しながらも、特殊兵器の重粒子砲を使いザナ艦隊の前衛を突き崩している。速攻のパウロ艦隊もまた100隻以上失っているものの、前衛艦隊の武装を次々と無力化することに成功している。南はそびえ立つ巨大艦を前にして素早く呼吸をした。多大な犠牲の上で切り抜けてきた第一艦隊はオーバーブーストの推力を限界まで上昇させ、ついに総統艦を捉えた。中和弾で無力化された敵艦隊をかいくぐり、自身の戦力と粒子量は温存してきたつもりだったが、総統艦からの対空砲火はそれらを帳消しにするほどの砲撃量だった。辺りを砲撃のレーザーが埋め尽くし、南は AI によって提示された各種ルート候補を瞬時に判断しながら素早く最適な回避ルートを選び取る。南狩る巨鯨がその動きに追随し、総統艦に突撃を仕掛けるが、その5つの巨大砲塔の至る所から陰電子砲が繰り出されていき、後続の未圧艦隊に猛火が降り注がれていく。南は鋭い目つきで注意を促す。未圧、それ以上は接近するな、後退しろ。
南は最前列で回避行動を行いながらレーザー撹乱幕を打ち上げるも、その防衛行動を虚しく、宮津艦隊は次々と消滅されていく。宮津、離脱しろ。だが嵐のように迫り来る誘導レーザーを避けることはできず、高速艦隊は各所をえぐられ爆沈していく。宮津は最後の言葉を南に送ろうとするが、通信が入ってきたことを示すノイズと同時にその通信は切断された。最後の一声を受け取ることもできずに戦死した旧友に、南は冥福を祈ることしかできない。南は歯を食いしばり回避行動を促そうとするが、間髪入れずに報告が入る。南副司令、突入艦隊の3割が沈黙。副艦の報告に南は胸をえぐられる思いになる。戦績を率いていた彼女は総統艦の砲撃によって高速移動中にもかかわらず、すでに300隻以上が撃沈されている。追い打ちをかけるように敵艦隊から主砲が繰り出され、巨鯨のアナイアフィールドがその一発を何とか受け止める。だが続いて放たれた砲撃にはなすすべなく、インデン主砲の迎撃に囚われていた100隻余りが一挙に光の本流へと飲み込まれていく。総統艦の前にたどり着いた時には中和弾降下終了まで20秒を切っていた。今度こそ必ず作戦を成功させなければならない。南は味方艦隊による炎の壁が築かれているその間に、巨鯨に眠るノコギリザメの目を覚ます号令をかける。カタパルトから200機を超える人機部隊が一斉に飛び立ち、総統艦へ向けシックを開始していく。総統はすでにその手を読んでいた。地球艦隊の中でも特異な速度で駆け抜けた巨鯨の性能こそ予想を超えていたものの、人型兵器の展開には何ら動揺はしていなかった。中和弾なくしてアナイアフィールドを破ることができない地球艦隊の立場になれば、ベクトル戦のように内部潜入して機関部を攻撃する以外に攻略法がないことは一目瞭然だったからだ。総統は無表情でオートマトン3万機を自動迎撃モードで起動するよう指示を下す。それと同時に中和弾の効力が切れたことが告げられ、総統は不敵な笑みを浮かべて宣言する。遊びは終わりだ。全艦隊地球艦隊を完膚なきまでに叩きのめせ。惑星破壊兵器にかすれ傷一つつけさせるな。ついに中和弾の効力が切れ、地球艦隊にとっての魔法の時間は終わりを告げた。ザナ艦隊はまだ戦闘可能な艦が100隻以上あり、無力化された100隻程度を差し引いても地球艦隊を押し返すことは容易と言えた。インデン手法で近距離の艦隊を消滅した後にアローレイレーザーで一方的な攻撃を仕掛ければ、ものの数十分で根絶することができる。しかし総統はザナ艦隊を仮想敵として、技術発達を続けてきた地球の戦い方を理解するには戦闘経験がわずかに足りていなかった。地球艦隊機関太鼓に出るか。戦況は作戦通りに推移しており、安堵の胸を撫で下ろすのは時期尚早であることは分かっていたが、ジャスティンにとってその光景は感慨深いものがあった。数えきれない犠牲を被ったが、ようやく作戦が軌道に乗った。惑星破壊兵器側面に位置する総統艦からは奇妙な余裕が感じられたが、10日後に迫った惑星破壊兵器に対峙できる時間は少しでも多く確保する必要があった。惑星破壊兵器は土星軌道にまで到達している。その事実をかみしめ、全身を声にして言い放った。全艦隊に次ぐ、今こそ敵艦隊を叩く最大の好機だ。もう我々はアローレイレーザーの矛もアナイアフィールドの盾も臆する必要はない。この戦いに打ち勝ち、惑星破壊兵器を止め、我々は地球の日々を取り戻す。全艦隊全速前進。南をはじめとする前衛艦隊の戦果を後押しすべく、後方の5000隻の地球艦隊のスラスターが同時に青く輝き出す。ザナ艦隊レオパルドは慌てふためく戦況に平常心を失いかけていた。総統の配下として日々を過ごしてきたレオパルドにとって、ザナ人こそが宇宙の上等種族であり、名の知れない辺境の惑星の艦隊は劣等な下等種族として考え育ってきた。なぜアナイアドライブが稼働しない。中和弾の効果は終わったはずだ。レオパルドは部下を怒鳴りつけ、その右手で力強くモニターを叩きつけた。どういうわけかアナイアドライブにはすでに新たな中和弾が入り込み、身動きすらも取れなくなっていた。レオパルド率いる30隻は無防備なまま漆黒艦隊の集中砲撃を受けるしかなかった。疑似機関を複数個搭載している漆黒艦隊から電子機器を無効化する EMP 弾が発射され、次々と機能不全に追い込まれていく。状況を理解できないレオパルドを差し置き、400隻の地球艦隊はまるで復讐に駆られた殺人鬼のように接近し包囲していった。漆黒艦隊の連動は異常に卓越していた。新たな兵器、通称中和機雷を散布させ終えるまで一切無駄な動きを見せることなく、効果発動と同時に笑うかのようにレオパルド艦に肉薄し、その巨大砲をきらめかせた。
レオパルドが危険だと感じた時には全てが遅く、瞬時に後方に回り込んだ漆黒艦隊機関は赤黒くきらめく重粒子砲を機関部めがけて打ち放ち、至近距離で機関部を射抜かれた 9000m 級のザナ艦がかつてない強振に襲われる。レオパルド様、アナイアドライブ完全停止、脱出装置での避難を。奴ら相手に脱出装置だと、私たちはザナ艦隊なんだぞ。レオパルドは同時に総統官に振り返り懇願するような目を見せるが、その直後司令部が大きく傾き後頭部を壁に強打する。そして次の轟音で全てを察した。朦朧とする意識の中、隣の通信士は汗を拭ってゆっくりとこう報告した。本艦沈みます。すでに半壊していた艦は機関部に撃ち抜かれた重粒子砲の威力に耐えきれず、 9000m にわたって機関部から艦首までを一挙に内部からもがれ、炎によって引き裂かれる。寸断された装甲の至るところから赤黒い粒子を垂れ流しながら轟沈していく。レオパルドは薄れゆく意識の中、地球艦隊を見て悟った。詳細はわからない。だが短期間でこれほどの兵器と作戦を作った彼らは間違いなく宇宙で有害な存在になる。かつてこれほどまでに無名な勢力相手にこれほどまでの惨敗を喫したことはなかった。アナイアフィールドが破られることすらなかった歴史を彼らは一瞬で覆してみせた。この適応能力は異常という言葉では到底足りない。レオパルドは最後の意識の中考えを巡らすが、それ以上先の未来を考えることはできなかった。弱点を正確に貫かれた艦はなすすべなく、給与の一策を講じることもできずにパクチンしていった。第1艦隊、3艦隊から矢継ぎ早に入る吉報を耳にし、南は久々に胸が軽くなっているように感じた。要塞フェルバルトから艦隊が受け取った新兵器中和機雷は、要塞砲以外の中和手段を想定していなかったザナ艦隊にとって予期せぬ新たな刺客だった。初戦でヴィクトル艦隊と交戦した時には間に合わなかった兵器だったが、高速移動が可能な機体で運び、総統戦になんとか間に合わせることができた。弾頭の代わりに中和粒子を詰め込んだ急増品である中和機雷は、接近戦に持ち込むことができれば地球艦隊の切り札として機能する必殺兵器だった。短時間でこれだけの兵器を揃えることができるとは、さすがだ。南の口調が自然と軽くなる。ザナ艦隊に突撃した4艦隊の任務はこの中和機雷を散布することであり、要塞砲による中和弾の効力が切れた直後に次元式で自動起動させることが目的だった。ザナ艦隊の前衛は隔壁を解除した直後に、後衛艦隊はそのタイミングと同時に起動するよう計算した上での散布作戦だった。要塞砲の3連射に加え、艦隊の突撃、中和機雷の次元式炸裂によりザナ艦隊の9割が戦闘手段を失っていた。途中で撃破された艦でさえも中和機雷を撃沈前にばらまいていた。生きる者も死んだ者もいずれも等しくこの戦闘に貢献していた。だが南は未だ健在な総統艦を見て思わず深いため息をついた。第一艦隊の狙いは初めから総統艦一隻だったと言っても過言ではなく、多くの命と引き換えに機雷を仕掛け撃沈を狙ったが、総統艦の動力機関だけはなおも無傷だった。リンクアナイアフィールドを一発で破った総統艦を相手に、花からこの作戦が成功する公算は小さいと考え、人気部隊を突入させていたものの、未だその機関部を止めるには至っていなかった。一刻も早くその牙城を崩すため、内部から総統艦のフィールドを引き剥がす必要がある。南の意思を汲み取ったかのように、最も機関部に接近していた人気部隊ハヤテから通信が入る。敵機関部に接近、中和機雷発射用よし。その吉報に思わず南は拳を握りしめる。やっと届いた。我々が屍を重ねながら獲得したこの新しい力がやっと敵に届いた。これでみんな報われる。南の脳裏に突如として変貌した戦況に困惑する敵将の表情が思い浮かんだ。作戦勝ちだ。軽眼を光らせた南が発射命令を下そうとしたとき、その思考を副艦の悲鳴が遮った。大変です。総統艦より巨大な重力波確認。惨劇が始まったのはそれからだった。総統艦は重力波を伴うワープを発動しようとしていた。銀河艦戦争を生き抜いたザナ艦隊の卓越した銀河艦航行技術であるワープは、地球艦隊が未だに実用不可能な技術だった。南はワープ開始前にザナ艦隊を機能不全に陥らせる算段だった。だが総統艦だけはその例外だった。
それを人気部隊で早々に食い止める役目を担っていたのがこの第一艦隊であり、それを援護するための艦隊が第2、第3、第4艦隊の役目でもあった。間に合わなかった。南は心中でそう叫び、すぐに撤退命令を出した。数発の中和機雷では無効化されないほど総統艦の異性機関は規格外だった。一斉に人気部隊がフィールド外へと退避していくが、一部が間に合わずその重力波に飲み込まれ砂のように瓦解していく。これまで惑星破壊兵器から頑なに離れなかった総統艦がついに動き出したのを尻目に、南はすぐさまその位置を特定するよう厳命する。報告はまだか？それが、南は続きを言わない副官に振り向いて珍しく声を張り上げる。総統艦はどこへ行った？それが熱源反応確認できません。南は土星軌道中域に振り返った。総統艦が消えたその中域には絶望の象徴という言葉がふさわしい惑星破壊兵器の姿があった。南は心臓の動機を感じずにはいられなかった。全艦隊直ちに3回。ジャスティンは寒気を感じながらも、総統と名乗った男が惑星破壊兵器を置いて土星軌道を去るとは到底思えなかった。ワープした総統の意図は明白だ。連続ワープにより地球艦隊を多角的にアローレイレーザーで攻撃することにより殲滅する算段に違いない。ワープによる即時攻撃を想定し、すぐに全艦隊に3回を命じ、5000隻の地球艦隊が距離を取っていく。思考を加速させ、総統の出現地点を予測しようと地球艦隊の陣形の隙を考慮するが、次の瞬間、虚空から現れるまばゆい緑の光がその思考を吹き飛ばす。総司令、後方よりアローレイレーザー来ます！それは悪夢としか表現しようのない出来事だった。総統艦はレーダーやセンサーでも感知できないばかりか、視認することすらできなかった。ジャスティンはアローレイレーザーのみ出現した事態に対し立ち尽くすことしかできなかった。一体何が起きている？突如として一隻の艦影も熱源反応も確認できない後方から現れた光源は、その弓から光の矢を打ち放ち、無抵抗な5000隻の地球艦隊を襲う。光学迷彩に電磁妨害、総司令官がそう思った時には全てが手遅れだった。一心に対策を打とうと思考を加速させるが、無情にも絶望で塗り込められていく。続けざまに別の場所から2本目の矢がいられる。光線のみが宇宙から現れ、陣形左翼の BEP 艦隊へ直撃する。無傷を保っていた艦隊が大量に消え去る。光のような速さだった。再び別方向から現れた矢は陣形右翼のパウラ艦隊に達する。止まらなかった。全く逆方向から出現した4本目の矢は漆黒艦隊を襲った。悪魔と恐れられた艦隊の7割以上が一瞬で轟沈する。最後は惑星破壊兵器の前方だった。南艦隊前面に現れたアローレイレーザーは地球艦隊の突撃戦法を支えた空母、高速艦、人気部隊を瞬時に飲み込む。それらは10秒も要さなかった。気がついた時には総統艦は定位置に再臨していた。その5本の巨大砲塔はまるでこの時のために用意されていたようだった。艦隊被害数は2200隻に上った。その一部始終は五星を奪う悪夢のようだった。自打を打つ無機質な警告音が艦内で鳴り響き、パネルには半減した味方の戦力が鮮明に映し出される。地球艦隊はしばらく身動きを取ることができなかった。今にも再び動き出しそうな総統艦に視線を移し、唇を強く噛みしめることしかできなかった。客観的に見ればザナ艦隊とは力の差がありすぎた。宇宙戦争に慣れた彼らにとってはこの戦いはいつでも終幕できる程度の一劇場に過ぎない。地球という一惑星の日常を守るために命を懸けてシャニムに戦っている地球人が見ている風景とはあまりにも大きくかけ離れていた。儚く散っていった戦力という言葉では片付かない数の失われた命に対して、込み上げる感情を抑えながら総司令官ジャスティンは重い口を開く。全攻撃艦隊は一時撤退せよ。要塞司令部は直ちに解析を。ジャスティンは地球艦隊に波及した絶望の風を振り払うように力強くそう告げた。5000隻余りとなった地球艦隊は微量の青い粒子を放出しながら土星軌道中域からの撤退を開始していた。地球人類に残された10日という時間を1秒でも有料の時間に当てることはできないことは誰もが自覚していた。艦隊として出陣した以上、絶望的な状況は何度でも覆し、市中に勝つを求め続ける義務があった。ザナ星首脳と待ってください。宇宙の覇者とも名高い艦隊総司令官はもうあの星のことは口にしないつもりだった。だが原子との通信の終わり際、マルタンは反射的に混声した。たった今総統から報告された戦果が脳裏をよぎっていた。その事実と矛盾したことを言おうとしていることを理解しながらも、言葉は自然と口からこぼれ落ちた。地球の件ですが、総統閣下に増援命令をお願いします。これはただの領土戦争ではありません。宇宙連邦直々の命令です。200隻では不十分です。
増援艦隊派遣のご判断を。不要だ。元首が遮るように即答し、一方的に通信は切られた。マルタンには分かっていた。地球艦隊相手に増援しなければならないことが宇宙中に知れ渡れば、銀河帝国のみならずロクザリオや暗黒星雲といった勢力がここぞとばかりに結託して攻め込んでくる可能性がある。何よりも原始や総統といったザナ人は星の威信が失墜することを懸念している。総司令官が名目上の増援として派遣される可能性などゼロに等しいと言ってよかった。マルタンはこれ以上指を加えて傍観しているつもりはなかった。総統の一撃が理性と知性を呼び起こした。宇宙連邦という強大で不可知な組織の一方的な命令により罪もない100億の知的生命体の種族が根絶されようとしている。原始も総統もその命令を疑わないまま受け入れ、大虐殺に等しい行為を繰り返そうとしている。銀河帝国との長きにわたる戦争ではより多くの命が失われてきたが、その戦争ですらも宇宙連邦の提示する戦争案に従い続け、予定調和になりつつある。どちらも勝たず負けず、全ては計画された時間と命だけが失われていく。我々ザナ人はいつの間にかこの戦争の日々に慣れてしまった。だから一つの惑星の無垢の民を平然と消し去ることに何ら抵抗を覚えない。銀河間にわたる国家を建設しても人としての心を失ったザナ人は衰退の一途をたどることになるのかもしれない。戦争で国力を失いながら罪のない惑星を一つ一つ消し去ることで、腐り落ちる国家を一日一日延命させていく。総統と元首は目先の利益にとらわれているようにしか思えない。無限に続く予定調和の戦争を生きるのではなく、自らの頭と心で考えて明日を選び取るザナを取り戻すべきだ。今からでも遅くない。総統のもとへと赴き、この戦いを止めなくてはならない。6年前のあの日と同じように。そう帰結したものの、次の瞬間にはマルタンは首を横に振りため息を漏らした。現状では総司令官には出撃の権利すら与えられていないのが実態だった。元より分かってはいたものの、元首との通信でマルタンが一つ確信できたことは、元首と総統が根強い関係で結ばれていることだった。元首は総統という軍事権の最高権力者を随伴することで事実上の独裁者として君臨することができる。一方、総統にとっては自分の軍事権を一声で無効化できる元首を味方に引き込むことでその立場を確約させることができる。本来分立されなければならない2つの最高権力は今裏で完全につながった状態にある。当初自分に声がかけられた今回の任務も全て予定調和で進んでいたことに違いない。総統をその地位から追放するためのもう一つの方法として解散権がある。だがマルタンは7人のデイビターズを思い返し、すぐに唇を噛む。5人以上が拒否権を発動しなければ総統の軍事権を覆すことはできない。デイビターズの中にはアリノンと対銀河帝国戦で常に最前線で戦う絶対的な総統派閥が2人おり、彼ら3人を抑え込んでいる以上、残る荒地の領主のケルキッドと平和主義者の知者アルベルトを説得できたところで5人には達し得ない。いくつもの広大な銀河を手中に収めている総統派閥の3人はセブンス・デイビターズの中でも傑出した艦隊戦力を誇り、その影響力を計り知れない。中立的な立場を取るケルキッドとアルベルトは少なからず宇宙連邦の近年の決定に疑念を抱いているはずで、総統の独裁色を強める傾向に危機感を覚えているに違いない。だが総統派閥の3人が転じない限り、彼らがリスクを冒して動くようなことはないと考えるのが妥当だった。総統が何年にもわたって綿密に築き上げてきた盤石な体制を砕くことはできない。残る方法は一つだった。マルタンは総統を思い出し再度首を横に振った。仙台はやや恣意的になる一面があり、6年前は同胞を葬ったことで放逐され、結果撃たれることになった。しかし今の総統は常に冷徹で賢く計画的に動く。暴走行為に走るとは考えられない。行うにしてもおそらく誰にも知られない形で行う、そういう男だった。宇宙連邦の命令は絶対的であるという視座はもうマルタンは持ち合わせていなかった。100億を超える感じる心を持つ人間の命が宇宙連邦の一声で失われようとしていると考えるだけでも胸が張り裂けるように痛かった。すぐにでも総統をこんこんと説得し、この争いを仲裁したかった。それが本音だった。宇宙連邦のことをあれこれ考えるのは事後でいいはずだった。地球のような悲劇を迎える惑星が連鎖していくに違いない以上、その悪しき時代主義を断つために行動する必要がある。頭を悩ませるまでもない。そう踏ん切りをつけ元首への通信を行おうとした。しかしすぐにあの葛藤が生じた。資材に相当する掟破りを行ってまでも、いや、ザナ星を宇宙連邦による罰則の危機にさらしてでも敢行するべきなのか。
この決断はもはや銀河帝国や内場の争いで済まされるようなものではない。正義感だけで動けばザナ共栄圏のために甚大な被害を与えることも考慮しなくてはならない。徐々に肩を落としたマルタンは結局その範囲を完全に起こすことはできなかった。宇宙連邦の無言の圧力は宇宙有数の星の代表者をもう立ち上がらせないほどにする力があった。だがしばらく後に届けられる急報により事態は急展開を迎えていく。次回、滅亡の光は。